玉川神社は、東京都羽村市の玉川沿いにある神社。祭神は、竹見中大の地、大山積命の二柱。玉群羽村の正名、長野鎮守、旧社家具は孫社。受影年間に、領主の畠山重忠一族が、品の国一宮の諏訪大社より分礼を誕生した、ことが起源と伝えられている。天保年間に、鮭の火災により、 古文書が消失したため、写史の詳細は不明となっている。江戸時代は、社号諏訪社、明治2年は、社号諏訪神社と改称した。明治15年は、日枝神社を合祀し、社号玉川神社と改称した。明治10年春、境内に、羽村で最初の小学校が建てられ、羽村後5の神村の生徒150人が学んだ。 明治34年には生徒数500人となったため、小学校は天皇台に移された。副社には諏訪社と明治15年に合祀した日枝社の本殿の二棟が祀られている。現在の諏訪社の本殿は昭和61年の諏訪大社下社秋宮の東美宝殿を移築したものである。また、下社東宮の第三のお柱を拝殿前に移設した。 神珠は、吉田派の新職宮沢氏が代々務めている。社格諏訪大社のお柱主催人賞で羽村むコミュニティバス。ありがとうございます。